不走駅は、愛知県庭郡不走町大和ざ高尾にある、名古屋鉄道犬山線の駅である。駅番号は、移住に、町の中ほどに位置し、また近くに不走町役場があるなど、道庁の玄関駅であるが、列車の停車本数及び利用者数は、隣の茅森駅の方が多い。島式ホーム2面4線を有する地上駅である。補定犬山間では、唯一の待機可能駅であるが、 昼間に当駅で、緩急接続は行われない。1994年に改築が行われており、それまでは、犬山方面ホームに面して駅舎がある、相対式に面2線であり、駅舎は駅開業時からのものであった。エレベーター、エスカレーターが設置されている。以前はエスカレーターのみ設置されていたが、2015年3月頃に、エレベーターが新たに設置された。 発車表は2019年3月に LED 式のものが設置された。朝方に一本のみ当駅終着の列車がある。西口ロータリーの中央にサンフラワーという名前のモーニュメントがある。サンフラワーは街の花、ひまわりの英名。黄色の輪が幾重にも重なっており、全体として天球儀の形にまとまっている。ひまわりと 古代中国において太陽が昇る神聖な木とされた、不層がモチーフ。例年クリスマスシーズンになるとこのモニュメントの両横にクリスマスツリーを傾ったイルミネーションが行われる。イルミネーションは、不層町発展会によるもの。不層駅前郵便局高尾駅に関するカテゴリー、下野駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。